ストーリー見たよ、ありがとうございます。そう、インスタグラムの方のストーリーに17歳のね、いろいろをまとめて投稿したんですけど、まあ、ストーリーって24時間経ったら消えちゃうけど、このハイライトの方に入れといたんで、いつでも見れるから見てみてください。ぜひぜひ。こんばんは。今日も暑かったの？今日ずっと家にいたから暑さ感じてないわ。お疲れ様です。今日も働いた方、ストーリーありがとう。意外とみんな見てくれてて嬉しかったです。なんかめちゃくちゃいっぱい投稿したから、多分途中でやめちゃう人が多いんだろうなと思ったら、最後まで見てくれた方とかメンバーもいっぱいいて嬉しかった。これは今日は昨日レッスン着で着てたら生誕ティーに変えたから、途中で着てた服で、途中まで着てた服だから今日も着た。何度も見た、いっぱい見てね。まあいっぱい見てもあれだけど目に焼き付けといてください。今日、明日は何？感動したの？いつかモアメで見た T シャツ、これはね、インスタにもあげた、一回消したけど。今から私はあの YouTube を見て、あと見たい映画ができたので映画を見てっていう生活を明日送ります。あ、明日まで送ります。最終ベルの歌割りエモすぎて何回も歌う。歌割り？どんな歌詞だったっけ。歌割りでも最終ベルのが鳴るの歌割りめっちゃ多いんですよ。ルカさんがチャレンジやったポジションなんですけど、めちゃくちゃ多いんだよね。めっちゃ多い。あとあれも、偉い人の歌ありも超多い。エゴさんが生誕って喜んでた。本当に？エゴさんさっきショールームしてた。本当に？やっぱりね、あの公演の時は空いてたけど、ツンデレ、ツンデレですね、エゴさんも。エゴさんはね、欲しいって言って受け取ってくれました。これね、ここにあるけど洗濯しなきゃ。でもなおさんも昨日 LINE でまた着るって言ってた。だから着てくれるはずです。18歳の目標は明日発表してくれる？目標発表？え、目標？そんなちゃんとした目標立ててないけどな。なんか決めた方がいいのかな。とりあえずね、とりあえずセブンティーンをね、最後に歌っておこうと思う。これが本来のショールームの目的だから。明日コスプレやんないよ。どこ情報？勝手に勝手にそういうこと言わないで。想像で、すごい、毎日絶対やらないと思ったら本当に毎日やりました。すごい、有言実行だ。シート消さなきゃよかった。自信なくてツイート消しちゃったけど、消さなきゃよかった。僕が生まれてそうだった、海のそばのこの町、久しぶりに帰ったらショッピングモールができてた。
時はいつでも魔法の杖で道の景色を変えるけど、波の音と潮の香り、あの頃のままだよ。セブンティーン、今でも君が一番だ。卒業アルバムの右の端、やっぱり君が一番だ。何度めくって確かめただろう。ミラーボールもありがとう。君の実家の酒屋はコンビニになったんだね。店の中を覗いたらレジに君が立ってた。スタイリストになるのが夢といつか教えてくれたけど、思い通り行かなくても幸せそうだよね。安心した結婚したって聞いたよ。好きだというのが遅すぎた。子供もいるって聞いたよ。話しかけずにさらば青春。これあれです、ファブリーズこれはハブリーズ。確かに18歳から成人って言ってたよね。でも君が一番だ。卒業アルバムの右の端、やっぱり君が一番だ。何度めくってた家の中輝いてる、やっぱり君が一番だ。このままずっと初恋の人。えい、途中止まったよね。ごめんなさい、超ごめん。途中止まったよね、2回ぐらい。申し訳ない。でもちょっとやっぱ今日初めて発声したんですよ、このショールームで初めてね声を発したの。その割にはちょっとあれじゃない、ちょっとその割には歌いたくないですか。そう、なんか電話かかってきて切っちゃった。ありがとうございます、いっぱいギフトも。ちょっと待って、テレビつけとく。18歳までと。なんかさ、今日さ、ストーリーとかでいろいろ載せたから今日が誕生日だと思われるんだけど、めっちゃめっちゃ今日のねおめでとうってすごい言ってくれる。まあ嬉しいんだけど、明日だよっていうね気持ちでいる。明日はみんな私の生誕 T シャツを着て過ごしてください。明日一応休みにした。なんで、絶対意味ない。私も休みだから何にもしないもん。ただ寝るだけだから何にもないや、明日休みでも。まあね、ゆっくり休んでください、貴重なお休みを。
何時から何が？君と歌いたいは54分、あと1分だよ。そこをなんとか本当にね、お仕事ができるような人になりたいなと思います。ごめんなさい。こうやってやっとあれだけど、みんなお仕事とか始まってるメンバーも多いけど、何もできなくて申し訳ないです。ケーキ買わないよ買わないよ、家で一人でウーバーイーツでもして過ごします。今日めっちゃなんかメイクの下地うまくいったんだけど、何もなくて残念だけど、昨日よりうまくいった。公演お疲れ様でした、ありがとうございます。ウーバーイーツでケーキ、ケーキ一人で食べても楽しくなくない？何も美味しくもな、美味しい美味しいよ、まあ美味しいケーキの、ケーキ屋さんのねケーキは美味しいけど、一人で食べても楽しくないからね。昨日エゴさんが誕生日プレゼントくれました、嬉しい。足のサイズは24、君と歌いたい呼ばれるの？でもあ、始まったこの間出たばっかり、この間って言っても3月だけど、出たばっかりだからな。しかも今はあれだよね、多分見えないですね。ラブ愛知キャンペーンみたいなやつのメンバーですよね、多分今出てるの。君と歌いたいだから、青海とか須田さんとか大岡さん、サンプルスニーカー、スニーカー、あの外履きだったら嬉しいけど、レッスングッズはこの間いっぱい買っちゃった。髪の毛かわいい、エゴさんの。スニーカーもね、厚底のスニーカーママが買ってくれました、この間。ちょっとね、やつ。君と歌いたいわ。みっちゃんも出てたし、リモートとかもありましたね。あおみも出てたかな、何回か何回か、うん。なんて言ってるか分かんないけど可愛い。なんて言ってるか。ミュートで見てるから何て言ってるか分かんないけど、かわいい。君と歌いたいは1回目は歌わないんですよ。2週目で歌うんだよ。なんか君と歌いたいって大体そのロケのところの人の訪問地の人の思い出の曲とかを歌うんだけど、私が出た時はあのチュリさんの大事な曲を歌ったんです、劇場で。
もう終わる？あと2分ですね。そう、劇場ね、もうすぐ29時間配信みたいなやつもあるらしい。けど私はなんか出ない気がします。したかった。そんなさ、やりどうすればどうしたかったとかよりもね、出してもらえたことに感謝してね、もっとやっていかないとやってられないですよ。ありがたい、ありがたい。全員出ないも知らん、わかんない。出てほしい、出てほしいと言われましても、私が決めることではないですからね。まあ多分今回は多分出る予定はないので、まあ、またいつかやる時があったら出たいですね。はい、というわけでもうこんな時間になってしまいましたじゃあ無事に今日もセブンティーンを歌えたということで、えらい。それじゃあまた会いましょう。バイバーイ。